さんよ、ハーバンはよ、はい、チャンネルファイです。ということで、今回なんですけども、さあ、バンナインダイをね、使っていこうかなと思います。まあ、このデッキなんですけど、皆さんね、まあ、察しのいい皆さんは、もうわかると思うんですけど、まず、メンデルゾーンを打って、最速で鬼セブン活を出しながら、ブライゼナーガ、これね、トリガー3枚使っていいんですよ。で、鬼セブン活は、コスト7以上のクリーチャー全部トリガーになるんで、鬼セブンかつブライゼナーガのこの3枚でバンナイン大王をね引き当てたら、一旦でねバンナイン大王という盤面が作れて、そのままね勝てるんじゃないかなという、もうめちゃくちゃもう IQ7 億ぐらいのデッキを作ってきたんでね。あとはね、まあ、鬼セブンかつが引けねえよって方はミステリーキューブでこのライオネルを出していただければ、結局同じなんですよね。ライオネルもドラゴン全部トリガーになるんで、鬼セブンかつかライオネルを最速で踏み倒してブライゼナーガからバンナイン大王、これなんですよ。マジでね、脳汁が溢れまくるデッキなんで、ぜひね、皆さん作ってみてください。そしてね、年内チャンネル登録者3万人目指してまして、未登録のね、割合がまだね、約7割いますので、ぜひね、これを機会に、初見さんだったりね、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、早速試合の方に行きましょう。行くぞ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、ドラゴ大王、ミステリーキューブ、ライオネル、鬼セブンかつ、ブライゼナーガでね、始まった、オープニングハンド。さあ、やっていきましょうか。さあ、ハンドはね、悪くはないんだけど、相手は、ゴッドデッキだね。出雲だね。いや、ここでね、メンデルスゾーンとか、引けるとね、かなり熱かったんですけど、いや、ドラゴ大王複数枚見えてるね。いや、これは、鬼セブンかつか、ライオネルを踏み倒して、ブライゼナーガで、一気にね、3枚めくって、そこからバンナイン大王よ。これ本当に男のロマンだからね。このためだけに生きてる。もう本当に。もうどれだけ一旦でバンナイン大王だよ。こんなロマン溢れることある。もうやりたくてしょうがなかったね。本当に。もうこのデッキだと。一撃で、もう揃えたら、いや、来た。勝ったわ。メンデルスゾーンよ。これ自然マナで、メンデルんで、次のターンに鬼セブン勝つ、そして、黒神竜、ブライゼナーガですよ。もうこのために俺、関係ないけど、ブラッキを生成したんだから、本当に。ブラッキ、なんか残り2枚枠余ってて、どうしようかな、どうしようかな、さあ、もうブラッキを作るか、つってもう2400ポイントで作ったんだから。出雲ちょっとやだな。さあ行きましょう、鬼セブン勝つ。これで、マックスとか出されて、フリーズ、いやでもね、鬼セブン勝つを、わざわざ背負ってくるのかって話だね、出雲が。そこだ。これ3体リンクワンチャンしてくると思うんだよね。ほら、来た！これ絶対3体リンクしてくると思った。こう、8マナね、ある時に、出雲は、やっぱりね、3体リンクを目指すんですよ。呪文も封殺できるしね。なんだけど、こっちはね、国士、いや、ブライゼナーガなんてさ、入ってると思わんもんね、普通。さあ、ここで、ラウドパーク、ゴッドリンクで、出雲が3体リンクしますね。これで呪文は唱えられないし、相手は出雲はバトルゾーンから離れないブロッカーになってしまうと。いや、かなりめんどくさいですけど。さあ、来ました。ブライゼナーが黒神竜、これでバンナイン大王、決めろ。さあ、3枚です。バンナイン大王、これなんだよ、これよ、奇跡、奇跡、今さ、ここなんだと。これが、一撃の、いや、決まるね。これなんだよ！来た！いや、めちゃくちゃすごくない？来たよ！一旦目でバンナイン大王が成立してしまう。だけどね、これスピードアタッカー持ってねえんだ。スピードアタッカーが持ってないんだわ、誰も。いや、だからね、非常に。いや、これ負けたくないね。いや、もう負けても動画化するわ、これは。奇跡が起きた。バンナイン大王一旦揃います。俺なんですよ。いや、生を実感するわ、やっぱこういうデッキは。あ、オッケー！いや、ワンチャンあるぞ。いや、勝ったでしょ、これ。来た、強すぎでしょ、ビルヘルム・バンベートーベン。これは追撃です。おかわり。いや、これは最強なのではないか？オッケー、対戦！あ、どうした？いや、決まったね。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、メンデルスゾーン、ライオネル、ナンバーナイン、ミステリーキューブ、ワールド、ブラッキオでね、始まった、オープニングハンド。さあ、一応、ブラッキオ置いて、
暇なだな。メンデルスゾーンからのミステリーキューブか。キューブでライオネル踏み倒すっていうね。まあ、天文学的な。まあ、一戦目かなりぶん回ってくれたというか、マジで奇跡が起きたんで、マジでありがたいね。これどんだけ撮影時間かかるんだろうって思ったけど、意外にも早かったぞ。まだね、7時ですから、これ夜の撮ってんのが。7時に撮り始めて、7時5分にあのムーブしましたから、いや、これ本当にありがたいね。さあ、フェアリーミラクル。いや、これね、意外とやっぱりガチャデッキってのは、お、来たね。暇ななんで、まあ、ちょっとね、遅れたけども、メンデルスゾーン行きましょう。で、ここで2枚ブーストができれば、ミステリーキューブに繋がりますね。で、キューブから、鬼セブンかつオーバー、ライオネルが来たことによって、このガチャデッキは本当にさ、暇な顔したら2ブースト。落ちんのかい。落ちんのかいと。トップ、オブザデック、ブライゼナーが。これ、ミステリーキューブの、見せどころでしょう。さあ行きましょう。ミステリーキューブ。キューブでライオネル。これはやばい。これバトルゾーンから離れないからね、ライオネルは。バトルゾーンから離れないんで、次、ハンデスがなかったら、ブライザナーが、繋がります。ライオネル、ブライザナーがでさ、ゴッドゲート関係ない。世界で一番関係ないゴッドゲート、いずもね。はい、もう呪文は唱えられないけど、このデッキ呪文ミステ、まあ、メンデルは唱えられなくなったけど、もういい、どうでもいい、マジ。あえハンデスはやめて、マジでやめて、ブライザだけ本当にやめて、ブライザだけやめて、ブラッシュ。よしよしよし、本当にマジで。特攻人形ジェリーなんて入ってるなんてわからんて。ドラゴダイを置いて、さあ行きましょう。ブライゼナーが黒神竜。ここで3枚見えます。まあ、バンナイン大王は、まあ、さすがに2000、あ、もう、ザルトモーツァルトナンバーナイン。これで出雲を破壊できますね。ありがとうございます。まあ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 、バンナイン大王はもう見せてるんで、まあ、違うポテンシャルも見せていくぞと。いや、これ、ノージルやばすぎるな、本当に。何万の踏み倒すの、ほんまに。さあ、モーツァルトリズムを破壊して、もうなすすべないですね。相手は呪文も唱えられないんで、対戦。アドショーさあ、対戦の方、よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、ドラゴ大王、メンデルスゾーン、ライオネル、バン・ベートーベンでね、始まった赤木ガルムスなんですけど、さあ、バルがライゾーだね、相手は。負けられないわ、ライゾーには。こっちの、いや、これ、レンドラっていうのかな、でも。このデッキは。雷蔵入ってないからね。いや、雷蔵入れてもおもろそうだけどな、このデッキ。雷蔵ピンぐらいすればよかったかもな。さあ行きましょう。メンデルスゾーン。ここで、2マナブース OK。そして闇マナも確保したんで、あとはね、鬼セブンカツか、まあミステリーキューブ。そして、ブライゼナーガを引き当てたい。さあ、ナンバーナイン。相手は、ない。呼び声もないし、メンデルもないし、こっちはメンデルスゾーン。これ、2マナブースできたら、次、ライオネルに繋がると思ったんですが、まあ、ここは。いやー、ちょっとここ、2ブーストしてほしかったけどね。ここ2ブーストすれば、次、ライオネルに繋がったんで、かなり強かったんですけども、相手のレンドラもかなり事故ってると。いや、もうこれ、バンいらないね。男はバンじゃない。縦から出せばいいから、バンなんて。さあ、相手5マナのターンですね。さすがに何か、おっと？まあ、でもね、レンドラってね、あるあるですからね。さあ、もう鬼セブン勝つは、めちゃくちゃ殴った時にドラゴン踏み倒せるんで、まあ行きましょう。ライオネル。とりあえずこれでドラゴンが全部トリガーになったので、相手がね、雷蔵を3点パンチしてきても、一応バンとかで返せるようにはなった。さあ、6マナ使って、ロマネスクと。これはね、次バルが雷蔵来んじゃない？いや、頼む。マジでブライゼナーガ来てくんないか。ブライゼナーガか、ワンチャンミステリーキューブブライゼナーガっていう天文学的数字の踏み倒しにかけるしかないんですが、さ、トップがバンベートーベン。悪くはない。悪くはないというか、もう、バンしかないね。さあ、あるか、ライゾー。あったらきついな、バルがライゾー。さあ、ビルヘルム。ビルヘルム。さあ、9マナで。いや、これは多分、マナゾーンからドラゴン選んでるだけなんで、はい、バルがライゾー来ますね。だけど、だって、だけど、踏み倒すもの。によってはまだまだ勝機あるし、こっちは縦全部トリガーだからね。ドラゴンが全部トリガーなんで、全然カウンターからの勝利はあるね。しかも、なんだ、ビル、ロマネスクか。これ全然いけるでしょ。ビル、ロマネスク、ミツルギブースト。全然あるな。乱絶されるけど。で、鬼セブン勝つ。一応出しとくか。あ、でもミツルギで破壊されるけど、まあまあまあいいでしょう。
ミツルギをね、もう打点にさせないと。闇マナが言った。で、ミツルギで鬼セブンカツは取られるけども、全然いいね。で、ロマネスクの4枚ブースト、12マナまで。まあ、でも1枚、2マナなんですだから、10マナだね。あ、ダメだわ。そのビルヘルムであるんだわ。大丈夫です。ここの、3点パンチで、ドラゴダイをブライゼナーが鬼セブンカツ、ちょっと微妙だけど、打点としては申し分ないし、いや、これ逆にしたらあるよ。ドラゴダイ用でロマネスクをまず処ります。お前の運命が決まる。で、これブライゼナーガで、で、まずロマネスクを処理。これあるぞ、リーサル。で、ブライゼナーガ、ここのね、これめちゃくちゃ大事。ビルヘルムツはバンに繋がりました。はい、こんにちは。はい、これバンです。次、バンです。これ2面ブーストなんで、バンベートーベンで蓋した勝ち。これなのよ。バルがライゾを先に出されても勝ってしまうというね。これがやっぱ超スーパー、やっぱライオネルがパワーカードすぎるわ。俺のいただきライオネルに謝ってほしいレベルで。さあ行きましょう。シュラのいただきバンベートーベン。これで相手はドラゴン何も出せませんと。で、リーサルもあるので、勝ちですかねと。いったところで対戦、アートした。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、ドラゴ大王、バンベートーベン、ライオネル、ドラゴ大王、メンデルスゾーンでね、始まったモーザルトなんですけど、やっぱりね、オールディビジョンは、レンドラが多い。バルガ、ライゾーがあまりにも多いんで、ちょっとね、ここ次、自然マナー、まあ引けたけど、メンデルスゾーン、とりあえず、まあ一旦バンベートーベン置いて、次自然マナー引けなかったらメンデル置いて、メンデルスゾーンかな。相手も、レンドルなんです。相手もブースト引けてないですね。さあ、モーザルト。さあ、ここで次、メンデル、メンデルが、いけるようになるんで、メンデルで OK、2枚ブースト。で、次もメンデルで2枚ブーストできたら、最速でライオネルに繋がるので、またちょっとね、いけたんじゃないかなと。トップが、メンデルスゾーン。宇宙だ。これもう、バルガライズを入れてたらもう、大宇宙ムービーよ。さあ、ブライゼナーガが落ちますと。光マナ落ちてほしいな。メンデルスゾーンでビルヘルムとバンベートーベン。ただ自然マナじゃなくて光マナが引けたら相当な宇宙ムーブなんですけど、さあ相手も引けてないと、さあ鬼セブンカツ悪くない。ここで鬼セブンカツ出した後はブライゼナーガを待ちましょう。ブライゼナーガでほぼ勝ちだぞ。で、相手6マナなんで、まあミステリーキューブが来るけども来ないと。さあライオネル光マナなんで、いやこれだいぶいいよ。さあ行きましょう、ライオネル。ファンディア殴って、とりあえず何か踏み倒すか。ど真ん中でモーツァルト勝った。これは勝ちでしょ。もう勝ったわ。このレクイエムを聞いてくれと。さあ2点パンチで、あとはもうぶん殴って勝ちなんじゃない？だって相手ドラゴン出してきても、殴れないし、さあ6マナのターン。ここでロマネスクとか、7マナで何かある。さあイージスブースト。一応バルガライズドまでは、いやでも、殴れないからね、モーツァルトで。トップがミステリーキューブ。いや、ここさ、ドラゴ大王じゃなくて、ミステリーキューブなんだよ。ここでドラゴ大王出すやつはそうなんだよね。結局、ミステリーキューブからドラゴ大王を出せばいいじゃないってことなんだよね。ここでね、やっぱドラゴ大王を素材するやつはね、やっぱガチャデッキの、ガチャデッキ使いのカサカミにも置けないから。さ、鬼セブンカツで、ここ殴るときに鬼セブンカツは強くないね。ここ2点パンチと。まあ、ここ3点パンチから入れば、いや、ここね、いや、違うんで、あ、お、すごいね。これは強いわ。イーリスブーストとミステリーキューブで、うわ、ワイルドブラッキーよ。でも殴れないから、大丈夫だね。ちょっと危ないか。ちょっと怖くなってきたな。いや、でも、ライオネルがブロッカーになってくれるし、縦全部トリガーだから、さすがにこっから、負けることはないでしょう。知らんけど。余裕ぶっこくすぎたか。さあ、ビルヘルム。これで、モッツァを破壊か？いや、でも勝ちだな。で、ドラゴ大王で、次ドラゴ大王出して、イーリスブーストとバトルして、殴って勝ち。まあ、ライオネルがバトルゾーンから離れないから、トップがバンベートーベンはビルヘルムのせいで。まあ、なんですけど、ここでドラゴ大王行きましょう。さすがに勝ったじゃん。バトルゾーン出た時能力が、
発動できない。あー、ブラッキー、お前なんつ、いや、じゃあいいか、この手も買ったでしょ。ここで適当にナンバーナイン呪文を、まあミステリーキューブをケアする。さすがに勝ったね。ここ脳取りだったらイージスブースト。オーケー、危ない、マジで危なかった。もう本当に負けたら発狂したわ。ところでライオネルでダイレクトアダック対戦、アドショア。さあ対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、ワイルドブラ、ワルドブラッキョなんだよね、これ。ワイルドじゃねえんだよな。ライオネル、ビルヘルム、モーツァルト、オニセブンカツでね、始まったオープニングハンド。メンデル来れば世界は変わりますね。メンデル1枚で、またレンドラだわ。あまりにも多いレンドラ。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。さあ、だからメンデルは引けないと。だけど、レンドラ割と勝率いいんだよね、このデッキ。ほぼ負けてない。さあ、イーリス。さあ、エンド。トップがメンデルゾーン。勝ったんではないか。これナンバーないんだな。さあ、行きましょう。メンデルゾーン。ただ2枚ブーストしよう。いやー、ここでワンブーストか。ここね、2枚ブーストだったら、まあ、鬼セブン勝ついけたんだけど、さあ、相手も呼び声かメンデルぐらいありそうだよな。さあ、メンデルゾーンで、まあ、相手も、下振れましたね。だいぶありがたい。さあ、トップがライオネルなんで、まあ、ここブラッキー置いて、次に鬼セブン勝つで、あとはまあ、ブライゼナークの着地を待つだけなんで、こっちは。もう、基本的に勝ったかな。正直もう、鬼セブン勝つ出しとけば、こっちのもんみたいなところあるんで、さあ、行きましょう。鬼セブン勝つ。まあ、ブライゼナーク引けなくても、縦からね、バンベートーベンだったり、いろんなドラゴンを踏み倒せれば、基本的に勝ちなんでね。だって、こっから、負ける要素がゼロなんだよね。さ、ミステリーキューブ。いや、ミステリーキューブもね、割と世界で一番大丈夫なんだよね。